座れなかった楓は罰ゲームじゃぞ。はい、じゃあ楓さんは元気よく歌を歌ってね。そんなの聞いておりませんわよ。サドネ、楓の歌聞きたいな。もうまたサドネにほんのわずかな音程のズレを全部見抜かれてしまうんですの。お、腹をくくったのじゃな。さあさあ遠慮なく自慢の喉を披露するがよいぞ。事情があるのじゃろう。ごめんなさい。隠していたつもりはありませんでした。ただ言うタイミングをついつい逃してしまいまして、それでつるつると。始めよう。よーし、オーディション突破。
ぜこんなことになったのやら。